はい、こんばんは、島津です。ということで、アングラーフィッシュ続きからやっていきたいと思います。前回ね、まあちょっと散々な目に遭いましたけど、進展はね、結構あったんで、今日はどんな体験ができるでしょうか、楽しみです。で、今気づいたけど、アップデでクリスマスツリーがね、追加されてますね。なんかね、左見たらあるなーって思ったけど、おそらくそうだと思います。心の底から驚かされたゲームってある？ある。サイレン。サイレントヒル。もうトラウマです。ダメか。こいつとはいつになったら仲良くできるんですかね。本当に。じゃあバー行って。なんとなんと。よくぞお戻りになられました。冒険の前に一杯どうでしょうか。はい、じゃあ飲もうか。あ、今回出てくるどういった効果があるのか。あー、そういうことか。一回口にしないとわからないんだ。効能を表示してくれないんだ。死神死にます。確かに。じゃあ、悪魔の単語。これはどんな効果があるの？教えてくれないんだよね、この時点では。下に行くと、わかりますかね？どうだろう？下降ります。あ、割ってくんだ。あ、でもよかった。あ、主人公の死んだ、パターンが。銅像になってる。まあこれからね、まだいろいろなくなりますけど、奥行こうか。はい。おーおーおー、こんなんなかったぞ。お、復活しない。本当か。本当に復活しない。お前ヘルプミー言ってるけどもう助けない。じゃあ行くわ。優しさはね、時には悪い方向に導くっていうのは分かったんで。え、星？はい。あ、ちょっと待って。はい。はい。はい。開いた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 。はい。地下が。またやべえとこ来たよ、見て。あいつらの巣じゃん。あいつらの巣じゃん。え？これ襲われますよね、絶対。ベアルーム？ん？バック、ブレイクルームか？ブレイクルーム。ブレイクルーム？休憩所ってこと？お？映んない。え？これ、いいの？ああ。休憩してる。リフレッシュしてる。終わり？こんだけ？かなりまあ、おお！あれ、子供がいたの？主人公もしかして。遊んでる姿が見えましたね。もう入れない風呂。なんかあったね、この主人公。過去に。じゃあ、奥。おお、同じ人。あ、待って。あの、弾がなくなった。撃てんくなった。ほら。はぁ、あ。女の人の死体、これ。お？いや、触れることはできんわ。え、待って待って待って。これまずくね。弾ないんだよ。弾ないんだって。戻ってきた。そっちじゃないよ。オウムビビるね。戻ろうか。あ、撃てる。よかったよかった。来いよ。はい。はいはいはい。バボンバボンと。よかった。まだいいね。まだいる。どこだ？あ？わからん。あ、はいはいはい。戻る場所ね。これ二人いないと無理だ。
どこいる？お？来た。オッケー。危ない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 。今回上半身と下半身に分かれた。なんだ ？DARH とりあえず。うん。DARH。ここは開かない。おります。いける？あ、いけた。まか不思議なとこ来たんだけど。あー、そういう感じか。落ちるぞ、これ。はい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 。あ、ごめんね。ごめんね、そんなつもり。あ、撃ったら明るくなった。あ、ごめんね。これの方がいいわ。楽だわ。うん。はいはいはい。ごめんね。あら、もう！わあ、単純に操作ミス、これ。毒沼を泳ぐ代わりにアヒル狩りなんかを考えられたことはありませんか？そちらの方が楽しそうです。冒険の前に一杯どうですか？いや、さっきのはね、ミスなんですよ、普通に。で、これ何？悪魔の単語は。あばら骨があなたを見ると微笑むようになる。ん？あばら骨じゃないね。これなんて読むんだっけ？まあまあ、飲んでいこう。うん。あ、ビールある？何？ああ、マリオになった。無敵でしょ、これ。ほら、あ、違うのかな。やばい、逃げろ。無敵状態終わり。うん、多分そうだよ。今のは、スターですよ、スター。おっと、待って。やるしかねえか。来る？あれ、ちょっと待って、厄介なんだけど。ついてくるよ。つまり、そういう感じか。待ち伏せされるから、一気にこう、離して、はい、オッケー。あ、しまった。危ない。危ない。おう。俺もよくできました。ちょっとリラックス。また入れる？あ、また入れるんだ。で、こうで。ピピン！こうで。ピピン！オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、あとはまっすぐかな。開いた。行きます。お、危ねえ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 。あ、ここに来んのか。あれ、なんか下にアドレス書いてあるよ、みんな。ここ調べてっつってる、これ。あー、公式ホームページっぽい。コードイズヒズンだよね。うん。オンアワーウェブサイトにあるよってコードは。ちょっと待って。どっか載ってる？ 4 文字のコード。あったあったあった。公式ページ見たら、なんかね、強調されてる4文字の数字があった。HUND。だから、待ってね。HUND。来た。いやー、これはね、ネットに繋がってないと解けないやつだった。なんかすげー強調されてる4文字あんなーって思ってみたら、やっぱそれだった。よし、来た。あ、これあるやん。前作のそのゲームの世界だと思う。あ、多分だよ。まだね、プレイしたことはないけど。あれ？これ、主人公の過去かもしれない。事故にあったんじゃない？うん。子供か奥さんが。で、ここに運び込まれてきてて、で、ここに、うん、駆けつけたっていうのを表してるんじゃないかと思われます。変な眉あるし、なんよこれ。お？いや、襲っては来ない。うん。で、撃つこともできないね。で、どうすんだこれ。お？この目のマークがなんか鍵を握ってそう。あ、押せた。開いた。ほう。すげえ残骸。あ、
あれ？前作の世界やん。え、なんか大丈夫？なんかやばそう。復活しそう。あ、いた。うん。うんうんうん。あ、食われたんだけど。え、これ、あ、なんか生まれてる。なんか生まれてる、みんな。え？これどうすっかね。あっちに行かないといけないんだよね。早っ。思ってる以上に早い。あ、開いてる開いてる、みんな、こっち。食われたな、多分。こっちはいけない、こっちか。あー、食われてる。まさか前作の作品のね、世界観が体験できるとは思わんかった。うん、あ、いけない。あばらで封鎖されてんだけど。うん、こっち。はい。あ、殺菌人じゃない？手だけ残ってるよ。うん、手だけ。寝てる人いるけど。一人だけ生き残ってるわ。熟睡してる。こんな中で？こんな中で熟睡なんて。あ、なんかでかいの出てきた。あ、こいつも。なんて？ボックって言わんかった。気のせい？待て待て待て。鍵？開いた。入れた。あら、もう、あら、もう。あら、もう。やべえやつが。あれ、いなくなったね。こっちは、いけない。え、まあ、つまりそこね。おい。あれ？はい。あ、そんな感じか。寄せて、一気に。まあね、通るよ。俺も帰りたいのよ。元の世界に。はい。取れない？うん、取れない。はい、来た。うん。めっちゃ死んでるし、なんか一人はすすってるし。あ、ショットガンあった。だから正規ルートなんだね。うん、ここにショットガンがあるってことは。あらあらあら。やばいやばいやばい。狂ってる。この人、この人、この人狂ってる。取って。悪いけど。バボン。やらせてもらうしかないよ。うん、身を守るためだから。OK。Help me。優しさを見せると。死にはせんかった。うん。撃てないね。あ、落ちた。落ちた。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。こっち行って、あ、戻ってきた。よかった。こう。あ、食われてる。さっきまで熟睡してたのに。さすがにね、狙われてしまったみたい。上は。あー、切れた。ほう。あー、鍵いた。鍵いたっつうか。あれ、ダメだ。鍵ね、なくなってる。じゃあ、もう行こうか。もう、潰せるよ。大丈夫。俺は無敵さ。よーし。おお、なになに、なになに、なになに、おお、待て、あれ、引っかかった、引っかかった、待て待て、なんか、リッカーみたいなのが出てきたんだけど。ちょっとあんた、慌てたじゃないの。で、今、ズザーってこけたよ。こっちはね、腹が丸出しのセーラー服なんだよ。すれたらもう腹がべら傷つくでしょ。膝も傷つくし、腕も傷つくし。次からはね、服装の方もね、考慮して、襲いに来てね。はい。っていうか、ここまで近づいても襲ってこないんですね。ほら。なんならもう真下まで来たよ。はい、どうぞ食べてっていう位置まで来たけど、特には襲ってこんわ、この子。あれ、いい子なんかね、もしかして。もしかしていい子説あるよ。じゃあね、行くわ。バイバイ。
あ、中行ってた。中行ってた。あ、待って。あらあら。はいはいはい。ダメだった。またここ戻ってきたけど。ここはもう、あ、下、下行けるやん。ほら。下行けた。おお、主人公の部屋の一部が、うん、あるけど、触ることはできないね。あ、ごめんね。そんなとこいたんだ。特に何もできない。あ、写真見れる？いや、もう、だよね。確定だよね。主人公やん。で、息子がいた。うん。で、バス釣りに行ってますね。で、こっちは奥さんだよね。解体されてた奥さんだ、前回。亀裂が入ってるところから、まあ、死に別れたのか、離婚したのか、どっちかを、表してるんだと思います。オッケー、じゃあ先に行って、開く？ちょっと待って、大丈夫か？開けていいやつ、これ。開けていいやつなんですかね。開いた。来た。はい。ああ、待て、こいつ死なない。多分、蘇るわ。だよね。だよね。やりやがった。ああ、こっからか。あの悪魔たちを倒したら、彼らの喉にショットガンを突き刺して、彼らの頭を吹っ飛ばすのです。それしか方法はありません。私を信じてください。冒険の前に一杯どうですか？おー、増えてる、飲み物。二つ増えてますね。なんか、鶏の丸焼きの容器に入ってる。飲み物と、あと、エナドリ的なやつ。なんか、まばゆいオーラをね、放ってますね。消滅しないタイプの怪物に対しては、喉元に、喉の中に、ショットガン加えさせて、頭を吹っ飛ばさないと倒せないみたい。え？あそこじゃなかった？あの、バーの前じゃなかった？え、なにこれ？やばくね？これ。すげえ、こう、なんつうのかな。頼もしましてくれる展開ばっか、ね。用意してますね。バスルームだよね。どうすんだこれ。お、なにてか、クリーンってなってる。え、なにこれ？ちょっと待って。あ、開いた。あ、クリーンってしてるのは取れるって意味だ。取れるっつうか調べられる？取った。なんだったんかね、今。ほう。え、どうする？調べる？え、何このドラゴン。お、戻った。あ、じゃ、これするだけっぽい。で、じゃあこっち。開ける。なんじゃこれ。あ、取れない。お、なん取った？え、何取ったかね？ほう。あ、ドラゴンの鍵がある。これなんかね？わかんないよね。あ、待って。え、砂時計あるやん。あ、待って。これ制限時間あるっぽい。ちょっと待って、急がんと。ない。え、チェーンがしてある。ほう？サイレントヒルのザルームですよ。まさに。部屋に閉じ込められてます。これで、こっち行く。で、こっち行く。開く？開かない。あ、そういうことね。オッケー。ここだよね。左、右。オッケー。ね、ここにさ、何も映ってなかったからさ、気づかんかったけど。左、右。開いた？どうだ？開かない？あれ？変化ないね。え、逆かね。あ、こっちだった。あ、そうか。おぉ、サブマシンガンみんな。鏡だからね、逆だよね。あぶね。オッケー。サブマシンガンゲット。ほら、やっぱ、時計が進んでた。じゃあ、破壊して、バキューン！
バキューンして、どうにか帰ってきたけど、サブマシンガンは持ってないね。これさ、帰るってできんのかね。おいっと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 。投げられた。アングラーフィッシュの中にいないなら、そもそも逃げることもできないよ。バーの中に入って、そこから脱出するしかないんだ。待って、これさ、何回か繰り返してたら何か起きるってことないかね。このゲームならありえそうな気がするんだけど。ないか。それはなかった。どっち飲む？このエナドリかヘルメス。これは？首なしチキン。首なしチキンのエキスを飲もうか。うん。あー、首がなくなった。これ何の意味があるのかね。首がなくなったのは。表情が見れなくなるっていうデメリットぐらいしか今んとこ思いつかないんだけど。みんななんかある？え？ちょっと待って。ああ。変わるわ。うん。首がなくなったことによって、今まで見てたこの視界が変わるっていうことみたい。だから、待ってね。落ち着きた。急げ。どれだけ射程があるかわかんないよね、こいつら。よしよし。そういうことね。味方が、視界が変わる。オッケー。ここさ、もう最初から空いててほしいよね。はい。はい。はいと。あら？あ、もう、なんかいる。え？これ何？霊的なのがいいんだけど。え、ちょっと待って。増えてんだけど。は？なになになに？は？なに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 ？なに？石化した。ちょっと待って。わけわかんねえ。間違えたから？予想外の展開を求めるタイプ。いや、もう、素直にクリアしたい。素直にクリアしたいけど、まあ、イエスと言っておきましょう。おっそ、これは待ってくれ。予想外すぎないか？中入ろう。上に戻れなくなってる。え、ちょっと待って。ショットガンないんだけど。あ、これ、あれですね。石化した時のやつ。え、待って、武器なしだよ、今回。落ちてた。え、待って、何来る？おう。来ない？あ、でもなんか、上で、ぐるぐるいってるわ。あ、いるいる、隠れてる。危ない。うん、うん、うん。ちょっと待って。はい、はい、はい。さっきあれだね、間違えたからだ。間違えた？うん、そうだね。途中でやめて、また最初からやってるつもりだったんだけど、入力自体は、まだ続いてて、お手つき扱いになったっぽい。うん。あれだ。降ります。どう？大丈夫？え、ブレイクルーム入って、中変わってっかな。ここは特に変化ない。あ、ここね。はい。はい。で、急いで。はい。よーし。これがまあ、フィニッシュムーブ。うん。ここは開かない。ブレイクルーム。はい。はいはいはい。アイス店。これ、子供との思い出、ありそう。美味しい？トリプルアイス食べましたけど。何これ？わからんわからんわからん。ちょっと出ます。開く？開いた。ほう、オフィス来ましたね。ここは、主人公が働いてる仕事場なんでしょうか。壊す。そうだよね。仕事場だよね。一見ね、一緒に見えるけど、一箇所だけワンチャンが。うん。あ、倒せんだ、これ。どうやら。うん。倒すことができる。倒したからなんだっていう話なんですけど。おう、おう、主人公のマスクがある。あ、見て。奥さんがいるわ。奥さんとゴム。だから、ここが、主人公のデスク。うん。なんだけど、レースの、下着がある。
で、今上は誰の席ですかね。ああ、ノームいた、ノームいた。ノームいた。しー、ごめんね。おーっと、いろいろ変化してきたよ。大丈夫？あおう、集合写真。うん。これ多分、今日一緒に来た奴らだよね。うん。同僚だったっぽいね。どうやら。まあ、合ってるかどうかはちょっと定かではないけど。おお、待て待て、なんだ？なんだ？なんかいるぞ。お？なにこれ？あ、ついてきた？ついてくる？怖い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 。お？いけない。いける？あ、いけた。ついてくる？めっちゃついてくる？なんだ？な、これ撮りたいけど、撮れない。ああ！みんなドーナツのどこ来た？選択したドーナツ。え？どうした？ブンブン降ってる。くんなって言ってるわ、これ。罠だ、罠。多分罠だから来るなって言ってんだけど、撃っちゃった。撃っちゃった、ごめん。え、鍵あったね。あ、じゃあもらって。あ、罠っていうか、殺すなって、あの、殺さないでっていう意味だったのかもしれない。多分。あれ、あいついないよ。見なくなったね。あら、もう、ひしゃげてる。はい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 。ひしゃげてる。来るぞ。これな、消えたんだけど、やばい、トラップだ。多分死んだ。どう？ほら！潰された。ぺちゃんこにされた。あ、なんかテープが手に入ったよ。見て見て。テープマークがついた。人から何を期待しているのか、尋ねられたりする？いや。だけど、まあ、イエス。あ、そうだよね。ほらほらほら、見て。上のやつの髪型。友人の、髪型。あの写真に写ってた人の中にいたよね。つまり、ここにいるのは全員、あの仕事場の同僚だ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。